さあ来い、俺んとこ来い、俺んとこ来い、ここ使います。よいしょ、オッケートリプルアクセル、トリプルアクセル、いやトリプルどころか全然回ってねえ、回ってねえあんな感じにね、フェイントを入れるとかわすことができますね。さあいた、オッケー、脱出できるね。実況前の思いつきシリーズ、全然ハリウッドじゃない誇張しすぎないザコシショウのモノマネ。コシ、どうも皆さんこんばんは、ココレモンでーす。来てるねキラーはヒルビリ。はい、じゃあ今回もデッドバイデイライトを実況していきたいと思います。で、今回は可愛いフェンちゃんじゃなくてプロゲーマーフェンちゃんでやっていきましょう。やられちゃったな。ということで、呪いのドーテムがある、破滅だこりゃ、壊したいと思います。いや来るやないかーいはーい、タゲ取り返し。で、今回もね、パークの解説をしたいと思うんですけども、まやかしついてる、倒さないよー、ゲイかかってこいこう使います。あー、ネアちゃんが、ネアちゃんが同じ方向に逃げてる。じゃあ俺別れよう、建物行きます。まやかしついてる、で俺の方来る。で、今回もね、スティン隠ししてますね。あ、やばいやばいやばい、ちょ、待って、詰まった今回もパークの説明をしたいと思うんですけども、このパークのね、立ち回りは、次回以降、ちょっと特殊なね、立ち回り方があるので、今回は、ちょっと必ず役に立つ。はい、先月タイミングスラッシュ今回はね、絶対役に立つテクニックを紹介していきたいと思います。前回ね、タゲ取りの方法を、うぅ、危ない、タゲ取りの方法をね、解説したんですけども、それと合わせてタゲ取り中のテクニックなど、あとちょっとした考え方とかね、解説していきたいと思います。冷静にかわしていく。はい、ここでスクラッチ、ここもうちょっと使いましょう。あ、まずいな、ちょっと待って、あ追いかけられて2841円ゲット。あー、そこの窓枠使おうか悩んだな、窓枠迷ったな、デッドハードが、デッドハードを潰してしまった。まあそこのね、ちょっと窓枠で使えるテクニックがあるんですけど、まあ後ほどいいタイミングがあれば使っていきましょう。で、今回もパークの説明をしてやっていきたいと思います。12時の方向が闇の感覚、発電機をね、修理完了するたびに殺人機のオーラを5秒間探知することができます。で、最後の発電機をね、修理した時は10秒間探知できるってやつですね。じゃあちょうど今発動したので、1つ飛ばして6時の方向が警戒、ペンちゃんの固有パークですね。あっち行こう、あっち。トーテム壊す？じゃあちょっと一回回復しましょう。で、警戒ですけども、殺人鬼が破壊アクションを行ったとき、まあ板を壊したり発電機を壊したりすると、殺人鬼の裏を5秒間見ることができます。OK、ナイス。はい、自ら50円。じゃあ戻って3時の方向がアフターケア、ジェフの固有パークですね。警戒で場所が分かる。こっちに来るよ、出てくる、バレないように、 OK 助けに行こう。で、アフターケアですけども、自分がフックから救助、もしくは自分をフックから救助した人、さらに自分の治療を完了した人、もしくは自分が治療を完了してあげた人を、お互いにね、オーラで確認できるパークですね。例えばこんな感じだと、ネアちゃんと、俺がね、こうオーラお互いに見れると。で、こっち、こっち、こっち。なんでそっちにキラー行ったやないかい。回復してあげよう、とりあえず。でね、発電機ちょっとだけ直して、警戒を発動できるようにしましょう。ネアちゃんの背中から150円。なんで直してあげるよ。どういうこと、どういうこと
どういうこと、怪我の状態でいけんのか。1人が地下室に吊るされていく、知らんぞ。でアフターケアですけども、最大3人分ねオーラをお互いにつなぐ、リンクすることができます。残り発電機5つ、1人は地下室、1人は負傷中、ネアちゃんと俺はねお互いに位置が分かるので、ナイス救助 OK。 はい、50円、ここ修理していきましょう。で最後9時の方向が、あーやられた、まずいな、9時の方向、あーやられた。いや、まず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 いよこれ、ボロボロじゃねえか。はい、150円、1人が地下室に潰されていく、あーまずい。でデッドハードですけども、負傷中ねアビリティ発動ボタンを押すと前方にダッシュして一度だけダメージを回避できます。で50秒間の疲労を発生させますね。ちょっとねネアちゃんをちょっとやっぱ回復させないとダメだよ。どういうことよ、負傷中でさすがに無理でしょ。大丈夫、残り半分、いやちょっと待って、なんで。待って、回復してあげるから。いやーいけるかなー、ちょ、まだまだ、よし助けに行きます。2人が地下室来るね、あーネアちゃんが走っている、あーまずい、はい、投げ取り返しということで俺が引きつけます。こっち使おうか、引きつけてネアちゃんが場所分かってるので、来い来い来い、来ねえかな、来ないね、ネアちゃんが行った、いけるかそれ。ナイス、あーダメだ、ダメです、ダメです、あーダメです、地獄です、地獄だ。俺だけだ、あとまずい、はい投げ取り返し、かかってこい、倒す、バレット倒して200円ゲット。じゃあこっち使います、じゃあさっきのテクニック使いたいと思います。フェイント入れる、オッケー、オッケー、まだまだまだ、ここ使いまーす。こんな感じにね、ヒルビリンの場合は左に振って、で今ねあのダッシュして反対側から来たらすぐそのままダッシュしていく、戻ってきたので反対に戻ります。毎回続いてるので気をつけて、窓枠越える、でさっきフェイント入れたので左に引っかかりましたね。いいよ。さあ来い、来るか、左から来るね、じゃあまたここ使います。ヒルビリーの場合はチェーンソーを使ったらね、さっきの木のところをねうまーく開いてー。はい、エイドキット使っちゃいます、アーカイブが残ってるのでね、倒す、でここで殿下の宝刀チェンジオブペース、フィニッシュやってる、見失ってるね、よし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 。決まりましたね。でヒルビリーの場合はああいう木のところをね、チェーンソーを使ったら木のところをぐるぐる回ったり、で今回今のこのチェンジオブペースですけども、こうタゲ取りするサバイバーだっていうことを認識させて、急にロッカーとかにね隠れてみてください。でその時板を壊した瞬間にロッカーに入るとロッカー音をねかき消してくれるので、今みたいに見失います。もちろん足跡をちょっとねあのいっぱいつけとかないと急に途切れちゃうので、いっぱいつけた後に使ってみてください。バーベキュー&チリついてんな。でうめき声はしゃがむと少し落ち着きます。立ってるよりねしゃがんでる方がね聞こえにくいので、やばいなと思ったらしゃがみましょう、助けに行きましょう。いやーきついな。地下室3人ダウンから、なんとか粘ってるよ、よーし大丈夫か、ネアちゃん、ド派手なネアちゃん、さあ行くぞ。こっからいけるかな、
ここだからね、さすがにきついかもしんないけど、とりあえず一回体勢を立て直します。で今回回復キットエイドキットとセルフケアとか持ってきてないのでね、ちょっと来そうだな。一旦隠れます。チェスト開けてエイドキット出るのを祈ろう。いや今回はね、あの一番可愛いフェンちゃんじゃなくてね、あのプロゲーマースタイルのフェンちゃんでやっていきたいと思います。まずい、倒れた。エイドキットも出てこない。でバーベキュー&チリあるので担いだね。ロッカーに隠れます。いやー厳しいな、ハッチ勝負だ。数秒間待ってバーベキュー&チリが切れてから5秒間だったかな。 OK、 さあこっからはハッチ探しの旅。あったね、あったね。聞こえる、聞こえるぞ。やっぱり私がナンバーワン、ナンバーワンプロゲーマー、アイブリー7000月。おばあちゃんが言っていた、俺が望みさえすれば。その後なんだっけ、セリフなんだっけ。いや、いいアドをつけてましたね。いやー、ポイントも27,89円、いいでしょう。で、あんな感じにね、こうフェイントを、まあ、たくさん入れつつ飛び越えたり飛び越えなかったりするとキラーの選択肢がね増えるので、うまい具合にかわせたりします。旋回とかね頼らずとも、多少の工夫で回避できたり、あと巻いたりすることができると。ぜひ皆さんも参考にして使ってみてください。はい、それじゃあ今回はこの辺で終了したいと思います。次回もデッドバイデイライトを実況していきますので、ぜひぜひお楽しみにしててください。それじゃあバイバイ。私がナンバーワン。